ホッキョクグマのデナリはアメリカ生まれの29歳のオスで、1995年に丸山動物園にやってきました。メスのララとペアを組んで、2014年に生まれたメスのリラをはじめ、8頭の子供を設けました。デナリは8月に肝臓に病気が見つかり治療が続けられましたが、昨日午後7時過ぎに屋外の奉仕場で死んでいたということです。献花台は今日から園内に設置されています。 丸山動物園はデナリを応援してくれた皆様に心から感謝申し上げますとコメントしています。